皆さんこんにちは僕の名前は松村咲也です今20歳です来年の3月まで皆さんと一緒にお勉強させていただくことになりましたどうぞよろしくお願いします少しだけ僕のことについて紹介したいと思います僕の好きな スポーツはバドミントンです僕はみんなぐらいの時からバドミントンをやっていました今でも続けていますぜひ今度メキシコに行く時は皆さんとバドミントンしましょうあと今ここにはないんですけど音楽も好きですピアノとギター が少しだけできますあとはお歌を歌うことも大好きですこの3月までの間で皆さんといろんな歌をたくさん歌えたらいいなと思っています短い期間ですけど皆さんよろしくお願いしますでは授業で会いましょうまたねー